ラフィー・マルガルでは、1789年に、フランスで発表されたバレエ作品。初演時の題名は、わらのバレエ、または、善と悪は神一重であったが、1791年に、ロンドンで再演した時から、現在の名称になった。放題は、リーズの結婚、英国版は、がたい娘、ロシア版は、無益な用心となっている。現存する古典作品としては、 ジゼルと並び最古のバレエ作品とされる。ジャン・ドーベル・バルによって振り付けられた最初の演出は失われているが、現在では、ジョン・ランチベリーによるフェルディナ・ニ・エロールドが1828年に作曲した楽譜を編曲したものをもとに、フレデリック・アシュトンが振り付けした英国ロイヤルバレエ団の作品が最も有名で、世界各国で上演され、日本でもマキア・アサミバレエ団がレパートリーとしている。 他には、ルートビッヒヘルテル作曲、マリウス・プティッパー、レフ・イワの深い手振り付けによるロシア版がある。ここでは、上演数の多いアシュトン版を取り上げる。アシュトン版は、全二幕構成で、ヒロインの母親を男性が演じたり、キグツの踊り、鳥の踊りなどが散りばめられたコミカルな作品となっている。ピエール・アントワール・ボードワンによるエッチング。振付やドーベル・バルは、この絵から、 ラフィー・マルガルデの物語を着想した。舞台は、フランスの田舎。季節は初秋。農家の朝。鶏が起きて、朝を告げる。気持ちいい朝を迎えた寝巻き姿のリーズが飛び出してきて、コーラスの目につくよう、ピンクのリボンを木の枝に引っ掛ける。ほどなく、コーラスがやってきて二人は楽しく踊るが、シモーヌに邪魔をされる。今日はトーマスが息子、アラゴを連れてやってくる日で、 シモーヌは娘の演壇をまとめたいと思っているのだ。ほどなくアランフ氏がやってくるが、人より少々テンポのずれたアランは、まぬけな行動ばかりをして、皆を呆れさせる。とりあえず一行は、トーマスの馬車で、収穫待った田中の畑に出かける。畑では農夫たちが、楽しげに収穫している。母親の目を逃れたリーズは皆に見守られながら、コーラスと愛を語る。シモーヌが、 娘の密会現場を押さえようとするが、コーラスとリーズの中を応援するのを二ちにごまかされて、村娘たちとご自慢の気靴の踊りを披露する。そこへ、嵐がやってきて、アランが飛ばされて行ってしまうのが見える。シモーヌの家。雨に見舞われたシモーヌとリーズ星が家に駆け込んでくる。リーズはまたも母親の目を盗んで、コーラスに会いに行こうとするが、 それを阻止しようとする母親は扉に鍵をかけ、その鍵を自分のポケットにしまい込むと娘を出て行かせないために糸巻きを始め、娘を手伝わせる。だが、やがて寝込んでしまい、リーズは窓から身を乗り出してコーラスと愛を語る。シモーヌが目を覚ました時に、農夫たちが収穫した大きな麦束を運んでくる。それを確認したシモーヌは、 娘とアランとの結婚を強引に進めるために、リーズを家に閉じ込めて、アラン不死と交渉人を呼びに行ってしまう。閉じ込められて落ち込んだリーズはコーラスへの愛と彼と将来築きたい過程について空想するが、実は、コーラスは先ほど運ばれた麦束に隠れており、一部始終を見て、喜んで飛び出してくる。隠して二人は愛を誓うが、折りやしく、シモーヌが戻ってきたので、リーズは、 自分の部屋にコーラスをかくまう。娘の不自然な態度を警戒したシモーヌはリーズを部屋に閉じ込めて結婚式のために交渉人と農夫たちを家に呼ぶ。やがてアランフ氏がやってきてリーズの部屋を開けさせるがそこには花嫁衣装を着たリーズがコーラスと手を取り合っていたので大騒ぎとなる。二人を見た交渉人はコーラスと リーズこそ結婚させるべきだとシモーヌを悟し、ついに母親は折れてコーラスを娘の婿と認める。トーマスは激怒して結婚契約書を破り捨て、呆然としているアランを引き連れて奮然と家を出て行ってしまう。かくしてリーズとコーラスは皆に祝福されて結婚し、皆は大喜びで踊りながら家を出て行く。無人になったシモーヌの家に 窓から怪しい人影が忍び込んでくる。それはアランだった。彼は亡くしたと思っていたお気に入りの赤い傘を見つけて、ご機嫌な顔で飛び出していく。ありがとうございます。